はあの孤独のグルメの曲を作るのは映像ができるのを待ってたらできないんで脚本だけ見て作ってるんですよだからあれなんだけどそれがうまくぴったり合うとすごく嬉しいというで次のはやっぱり坂の上にあった食堂ですね。本当は海のそばにあったんだけど今はもう津波の関係で山の上のプレハブでやってましてね、坂の上の海っていう曲なんですけど、昨日は、みんなで、女川町の人たちがみんな集まってでこれから頑張っていこうみたいに話してるところで流れてた曲です。僕が、これはコードを作ってメロディーを今から作って鮭がありましたみんなで力を合わせて作ってます。